日本放送アナウンサー上柳正彦です。増山さやかです。日本放送と横浜高島屋がタッグを組みましてお送りしている第4回日本放送うまいもの祭り、楽しんでいただいてますでしょうか。いかがでしょうか。今回は日本放送開局60周年、そして横浜高島屋開店55周年を記念して特別企画でお送りしています。わー、毎回毎回本当に楽しそうな方にご来場いただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごくないですか。またまた勝ち始めで、お互いですね、はい、おすすめの商品がありますね。私からやっていいですか。いいですか。はい、今回の上柳のおすすめは札幌梅堂さんの特選海鮮丼なんですね。まず梅堂さんというのは北の味覚の花形カニを扱っている水産会社になっている経営している食堂なんですよ。あ、で、そのですね、新鮮なカニをですね、もうここだ、もう札幌の方は知ってるわけですね。で、お値打ち価格の人気のお店なんですが、今回ですね、さっきのまさにその日本放送の会社に入ることで、日本の会社のものを作ってくれたご覧になっていただいて、ちょっとよかったら食べてみてください。